三谷幸喜大空港2013は2013年12月29日にワウワウのドラマ W として放送された三谷幸喜監督脚本によるテレビドラマ2014年5月には映画館で特別上映された1978年から1980年にかけて放送された富士テレビで放送された大空港1992年に テレビ朝日で放送された大空港9には本作との関係はない。2011年にワウワウにて放送された単発ドラマショートカットに続くワンシーンワンカットドラマ第2弾として2013年12月29日に放送された。本作は撮影のために松本空港の開業時間前2時間を貸し切りにして9日間にわたって撮影された。 最初の3日間でリハーサルを行い、残りの6日間は、毎朝撮影を行う。撮影後は、スタッフキャスト全員で撮影されたものを見直して、修正を重ねていく。最終的に最も出来の良かったものを放送した。撮影にあたっては、ザウチョウテン、ホテル、ザ・マジック・アワー、素敵な金縛り、キ清ス会議の4作品で、三谷映画を撮り続け、 ショートカットも担当した山本秀夫がたった4人のスタッフだけを連れて撮影を行った。空港内はカメラマンが映り込みやすい場所も多く大きなカメラ機材を持っての移動が困難な場所も多い。そのため綿密なリハーサルと検証を続け撮影が行われた。羽田企予定のフジドリームエアラインズが羽田上空の天候不良のため急遽 松本空港に着陸することになった。グランドスタッフである大河内千草は出発までの間乗客たちのフォローをすることになる。しかしその乗客たちは一筋縄ではいかない様々な事情を抱えていたのだった。佐賀での親族の葬儀を終え、帰京戦としていた田野倉一や大黒柱の父親は知らぬ間についてきていた不倫相手の対応に四苦八苦。妻は 騒がしい家族をなだめるのに疲れ、詐欺の常習犯に騙される。年の離れた恋人を紹介しようと様子を伺う、長女。やたらと時間を気にし、物騒な会話をする、長男。寝なしそうの妻の兄は、新たに始める事業の資金援助を議定に頼もうとする。そして、亡き妻の遺骨を抱えた祖父までもが、秘め続けてきた、とんでもない秘密を明かす。 これらの面倒くさい乗客に対応し、自然と彼らの秘密を知ってしまった等のちぐさは、その日の朝、上司からプロポーズされ、返事を保留していたのだった。ありがとうございます。